2023年9月13日、ウクライナ南部のクリミア半島西部にあるロシア海軍黒海艦隊の基地セバストポリ港に、ウクライナ軍が大規模なミサイル攻撃を実施したことをウクライナ軍が発表し、ロシア国防省も攻撃があったことを認めたよ。ロシア国防省が発表したところによると、13日未明にウクライナ軍が発射した巡航ミサイル10発が、セバストポリ港にあるオルジョニキーゼ艦船修理工場に巡航ミサイル10発が飛来し、工場内で修理中だった艦船2隻が損傷したと説明したほか、黒海艦隊の航行中の艦船に対しウクライナが水上ドローン3隻で攻撃を仕掛けたことも明らかにした上で、ロシア国防省はセバストリ港に配置されていた防空部隊が巡航ミサイル7発を迎撃し、海上においては哨戒艇が全ての水上ドローンを破壊したと主張したらしいな。さて今回はウクライナ軍がセバストポリのロシア海軍基地を攻撃した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア側が任命したセバストポリ市長のラズボジャエフ氏もセバストポリ港付近から大きな火柱が上がり、それに照らされて黒煙が立ち上る様子を撮影した動画とともに、ウクライナ軍からのミサイル攻撃によって港付近で火災が発生したことと、24人が負傷したことを、SNS に投稿して明らかにしたよ。攻撃を受けた艦船修理工場にはイヌイドックと潜水艦修理部局とがあり、攻撃当時修理を受けていた黒海艦隊所属のキロ級通常動力型潜水艦ロストフナドヌーと、バルト艦隊所属のロプーチャ級揚陸艦ミンスクが巡航ミサイル攻撃によって損傷したとされ、それぞれ損傷の程度は公式には不明だね。しかし、ウクライナロシア双方の損失をインターネットや SNS などで公開されている動画や、画像などの視覚的証拠を元に分析しているオランダのオープンソースサイトオーリクスのによると、潜水艦については損傷を受けていると見られ、揚陸艦は完全に破壊されたと分析して報告していて、これが事実であるとするならばロシア海軍黒海艦隊において、潜水艦の被害は初となるぜ。この攻撃に使用された巡航ミサイルは、イギリスとフランスからウクライナに供与されている、ストームシャドウ SCALPEG であるとロシア系の軍事ブロガーが指摘しているな。ストームシャドウ SCALPEG はフランスとイギリスが共同開発した長射程巡航ミサイルで、2000年以降導入を進めている航空機から発射する空中発射型の巡航ミサイルで、フランスでは、SCALPEG フランス語でサイズとミーディークロイズアイリオートノームロングーパートイエンプロイジーンラルという呼称で呼ばれていて、ストームシャドウという呼称はイギリス側の同ミサイルの呼称だね。ミサイル本体は断面が四角形の形状で、大きさは直径 0.48 メートル全長 5.1 メートル重さは 1230kg とされ、弾頭にはタンデムヒート弾頭が搭載され戦車などの装甲を貫く破壊力があり、推進動力にはターボジェットエンジンが搭載されて 1000km/gm0.8 の速度で飛翔して、250km 以上の射程距離を持つとされているんだ。航空機から発射されたミサイルは中間誘導として INS、GPS、DERPROM などによって、低空を敵のレーダー波を避けるように自律的に飛行して目標に接近し、終端誘導は本体に内蔵されている赤外線画像シーカーによって行われ正確に目標を攻撃することができるよ。ウクライナ軍ではこのストームシャドウ SCALPEG をウクライナ空軍が保有しているスホイ24などの攻撃機から発射できるように改修を加え、すでに今年の5月頃からロシア軍関連の施設や補給路にある橋梁への攻撃などに使用していたんだ。そしてロシアの軍事ブロガー情報を裏付けるかのように、ウクライナ空軍のオレシチュク司令官がセバストポリへの攻撃については、空軍パイロットの素晴らしい戦闘行為に感謝の意を表明するとして、我が国を占領している者たちは今もセバストポリへの夜間爆撃への対処に追われているところだとも述べていることに加えて、ウクライナ国防省情報総局 GUR もセバストポリ造船所オルジョニキーゼ船舶修理工場の設備に大きな被害が出ており、ロシア海軍の大型揚陸艦と潜水艦の破壊が確認されたとロシア海軍に与えた損害について具体的に発表しているぜ。
今回の攻撃で損傷を受けたとされるキロ級潜水艦は1982年から旧ソ連海軍に配備された、ディーゼルエンジンを搭載する通常動力型の攻撃型潜水艦で、その後数度の改良を重ねて現在運用中の艦は1990年代半ばに収益が始まったプロジェクト636モデル以降の艦になり、国海艦隊に配備されている潜水艦は全て海キロ級と呼ばれているね。このプロジェクト 636.3 と呼ばれる海キロ級潜水艦の中で、ロストフナドヌーはその2番艦にあたり、2014年12月に就役し、533mm 魚雷発射艦6機を備え、最大で18発の魚雷、もしくは最大10発のカリブル巡航ミサイルを搭載することができるぜ。ロシア海軍黒海艦隊の第4独立潜水艦旅団には6隻の海キロ級潜水艦が在籍していて、そのうちの4隻は2022年2月24日のウクライナ侵略を開始する前に黒海に配備されており、ウクライナ海軍がほぼ壊滅状態にあることから黒海をほぼ自由に行動しながら、侵略戦争開始当初からカリブル巡航ミサイルを発射するプラットフォームとして使用されていたってわけだ。また、ロプーチャ級揚陸艦はこちらも旧ソ連時代の1975年から運用が始まった大型揚陸艦で、満排水量4080トンで最大450トンの貨物、戦車重量もしくは25台の装甲兵員輸送車を運ぶことができるな。今回破壊されたミンスクはプロジェクト 775II の6番艦として1983年に就役し、同艦は本来バルト艦隊に所属している艦艇であったけど、こちらもまたロストフナドヌーと同様に侵攻前に黒海艦隊に配備されていたんだ。ミンスクは昨年3月にウクライナ南部ヘルソン州のベルジャンシクの港がウクライナ軍のミサイル攻撃によって、タピール級揚陸艦サラトフが撃沈された時に同港に停泊しており、その際に損傷してセバストポリで修理受けていたとされていて、今回の攻撃によって完全に破壊されたよ。なお、このペルジャンシク港での攻撃では同じロプーチャ級揚陸艦でもともと黒海艦隊に所属しているシーザークニコフ、ノボチェルカスクの2隻も損傷を受けているほか、今年の8月にはロシア本土南部の黒海艦隊基地があるノボロシースク港付近で、北方艦隊所属で黒海艦隊に配備されていた同級揚陸艦、オレネゴルスキー・ゴルニャクがウクライナ軍の水上ドローンによる攻撃を受けて大破しており、ロシア海軍黒海艦隊の揚陸艦で無傷の艦はほとんどない状況に陥っているぜ。13日の攻撃に関するロシア海軍の被害についてはまだ不透明な部分も多いが、セバストポリ港付近で大規模な火災が発生していることについては NASA の FIRMS で確認されているため、いずれにしても黒海艦隊にとって無視できない損害が発生したことが確実視されているな。ウクライナへの都市攻撃に使用しているイラン製の自爆攻撃型ドローン車ヘド136を運搬しているとされる大型揚陸艦と、カリブル巡航ミサイルを黒海上から発射している海キロ級潜水艦が損傷したことが事実であれば、ウクライナの一般国民を殺戮して苦しめている存在に打撃を与えたことになり、国民の戦意高揚につながる大きな戦果となるよね。ロシア海軍では、昨年よりウクライナ軍によるセバストポリ軍港へのミサイルやドローンなどによる攻撃が増加して被害が生じていることから、黒海艦隊の母港をセバストポリ港からロシア本土の黒海沿岸にあるノボロシースク港への移転を進めるとしていたけど、造船関連の設備や修理点検用のイヌイドッグなどの機能は簡単に移転させることは難しいのであろうと見られ、現在においても将来的にも艦艇の修理と整備にセバストポリ港を使用するしかないのであれば、今後も黒海艦隊艦艇への攻撃に悩まされるだけでなく艦艇のメンテナンスもままならない状況となり、海軍戦力をほとんど持たないウクライナに対抗できず、海上優勢を確保できない事態に陥る可能性が指摘されているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。